東京漫画界は日本の漫画家による集団。新聞社に所属する政治漫画家による集団で漫画家集団の第一号とされる。更新の日本漫画界についても本校で扱う。第一回漫画祭で踊り狂う平福百水1915年、新聞社に所属する漫画家らによって設立された。1 9二十年時点で森火山、森島直蔵、宮尾茂を 下川大天、池田英二、細木原聖輝、在田中、獅子戸作業、小川寺平、高内純一、清水大竹坊、岡本一平、服部良英、池部一氏の14人の漫画家によって構成されていた。漫画界の定期的な活動として漫画祭と漫画展覧会が存在した。漫画祭は会員が歌い踊る内部的な祭りであったが、 会員らはそれに関する記事を新聞に掲載し、モテ事故イメージの創出に用いた。漫画展覧会は漫画が芸術の範疇にあるということを示すべく行われた活動であった。第1回から第5回の漫画祭とその紹介記事においては特に裸踊りなど滑稽な場面を強調しており、会員たちはそのことによって漫画が本流の美術とは違った。 価値観を持つ芸術なのであるということを示そうとしていた。東京漫画界の会員はその多くが美術学校出身であるにもかかわらず、そのほとんどが新聞社に帰属する報道記者であった。ここにおいて彼らの漫画は本流の美術と報道メディアの狭間にある存在であった。明治後期からの漫画表現が非報道的、形式であるという批判を受けつつ、また、 本流美術の影響も受けつつ、会員らは漫画独自のメディア性、表現のあり方を問うていった。それは漫画、漫画家の社会的地位のある程度の向上にはつながった。ものの、ついに漫画の領域の確立、自立性の獲得には至らなかった。1915年5月、朝日新聞史上に掲載された漫画祭の開催を告知する記事において、 新聞漫画に取り上げられる政治家やスモートリの漫画界の恨みがあり、取り上げる漫画家側の肩の懲りもあるという問題が提起され、漫画祭と肩の懲りの両方を始末するべく、漫画界の設立が持ち上がった。6月、漫画祭として11名の漫画家が調布においてお払いを受けた後、料亭での北沢楽天、池部一志、平福百水、大田修一。 下川大天、清水対竹坊らのゲ芸や裸踊りとそれを取り囲む漫画からのドンちゃん騒ぎの中、東京漫画界はなんとなく発足した。以降、1916年に鶴見花月園、1917年に芝浦、1918年に向島百花園、1919年に板子において漫画祭を開催した。第六回漫画祭からは、 赤倉温泉、宝塚、松江、別府と足を伸ばした。別府での大会では、地元温泉とタイアップを組み、パンフレット、漫画の別府を発行した。1923年4月に、東京、帝国ホテルと箱根で行った第10回漫画祭をもって、東京漫画会を解散し、新たに日本漫画会が結成された。 日本漫画界の存在を世に知らしめたのは1923年9月1日の関東大震災後の活動であった。大震災直後に漫画家らが東京の状況を描いたスケッチを集め、11月17日に大阪三越百貨店にて展覧会を開催し、11月21日には大阪に避難していた金尾文園堂を版元として大震災画集を出版した。 展覧会、画集の出版ともに震災から2ヶ月余りという異例の速さであったが、これは漫画家たちの大被害を全国の人々に伝えねばならぬという義務感によるものであった。これについては、画集の序文において、水島王がこういう返済と試練に遭遇し、幾多以上の問題ないし生活に当面したこと、そうして、 それらを解決あるいは描写して発表するということは、画家及び漫画家として、平常の主張に対して、誠に愉快な責任でなければならないと誰も彼も、同じ意見であったと述べている。画集は、大きな反響及び、低下5円と当時としては効果であったにもかかわらず、初版から1ヶ月で増刷がかけられた。ありがとうございます。